おはようございます、ナスケです。やばい、すごいね。今結構眠めです。眠め。よし、今日はね、すっげーすっげー大事な用があります。それをね、ちょっとこなしながら今日もね、一日減量していくんですけど、今の体こんな感じ。結構皮膚がね、薄くなってきましたね。なので、まあ続けてね、マジで今回の大会バチバチするからね、頑張ります。今日もね、朝一からサバを食いたい。極洋のサバ。最近ね、もうこのサバを食べることがなんかもう楽しみみたいな。やっぱりサバはね、かなり油が多めだから、その満足感もあるしさ、すぐ焼いて食べて、あったかくて柔らかくてって感じだから、なんか朝のご褒美って感じでね、すごいね、おすすめです。ちなみにね、白米はね、かなり結構多めに炊いてしまったので、まあこんな感じでね、小分けに冷凍庫に入れてしまってあります。これを開けると、はい、凍ってます。これを2分半ぐらいね、解凍すればしっかりね、美味しいね、白米が食べることができるんで、行っておいで、ゴー。えい、完成です。卵かけご飯のサバ。マジでね、この組み合わせ、最近毎朝。でも朝ね、サバを食べるとね、結構ね、体調がいい気がしますね。サバってなんか脂身ギトギトって感じじゃないですか。いただきます。うん。これね、マジですっげえ頑張れる気がする。ということで、これからね、なんと、今年の SFF、8月の18日に行われるね、関東大会、その会場の下見に行きます。ということで、まあこれからね、埼玉の方に向かっていくんですけど、埼玉は僕のね、実家なんで、結構楽しみです。まあ結構今日もね、外の時間が長くなるんで、うまくカロリーとの付き合い方ね、大事だからね。なんかいろいろ楽しみだけど、食事もしっかりこなします。イエーイ、楽しみます。今ちなみに草加市文化会館関東大会の開催場所に着きました。ちょっと今これからね、やることをおさらいして、これから館内を回っていきます。やっぱその動線と、もしその入らないようであれば、カテゴリーごとに入れ替えとかの、そうだよね、それ考えてもらえるのをちょっと鮮明にしたいっていうところですね。はい、はい、ここが会場のホールになります。ブースとかね、置くところね。だからここでバーッとブースが開いて、お祭りみたいになっていきます。はい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 。あ、でもこのぐらいだったら見えるかもしれないですね。審査員席で悩んでます。一番前だとね、ちょっと見づらいから、まあどこら辺がいいかとか、お客さんもどのぐらいに入るかとかわかんないんで。今回は席1200席ぐらい観客席があります。前回の2、300席多いですね。で、こっちが舞台、ここにステージ、選手の人たちが立ちます。今、席の大きさを測ったり、ここに机が入ったりするのかをちゃんと測っていきます。よし、無事ね、関東大会のね、会場見終わって、これからね、ご飯を食べます。なんと、定番のガスト。いいね、雨降ってるけど。だいたいここら辺をね、いつも頼みます。今日はガーリックソースにしましたが、おろしニンニクとかこんなのもありますね。ご飯もね、結構頼めて少なめにもできるんで、 100g ぐらいで調整できます。もも肉ね、スライス。よし、帰ってきました今。ということで、ちょっとね、移動中にもご飯を食べて、10時から12時までね、今日会場の視察をして、で、いろいろね、見てきて決定して、で、13時ぐらいからお昼ご飯を食べて、さっきのね、ガストでお昼ご飯を食べて、実は車の中で食べちゃいました。ちょっと撮影する余裕がなくて。そしてこれね、まあ赤飯なんだけどね、赤飯を1つ、あとはまあ安定のね、プロテイン2個、これで 40g ぐらい。そしてゼロカロリーのね、飲み物、これはよく買います。セブンイレブンのゼロカロリー系はよく飲む。まあ18時ぐらいにご飯を食べました。でね、これからね、 SFF の選手の説明だったりとかで、ライブ配信をします。まあ今回ね、関東と関西でね、どっちも大会を開くので、これに関してはね、あの関東にも関西にも SFF のねためにね、指導ができるシェイプフィットジムがあるので、まあここら辺もね、あのしっかり選手の人たちにこういうところ頼って大丈夫なんだよと、ポージングだったりね、 SFF のね流れだったり、全部あの本当に不安な人のためにもジムを大阪で作ったところもあるので、去年はね、
シェイプフィットジム関東にしかないんですかって、私遠征勢なんですけど大阪なんですけどっていう人のねためにもね、あのパーソナルジムも準備できたので、まあここら辺もねしっかり伝えて、選手が最高の状態でね大会に出れるように僕もアプローチをねしっかりと提示していけたらなと思っておりますということで、ライブ配信やっていきます。はい、ということでね、なんと SFF 説明会終わりました。僕もねちょっと疲れました。なぜかというと、やっぱりね間違った情報を伝えてしまうと選手の方も混乱するので、まあ、ちょっとね慎重に慎重に質問を選んで、いつも通りなんか、ナスケさんどうやったら痩せますか、いやみんな痩せるっていうのはねみたいな、なんかちょっとあのそういう感じのノリじゃなかったんででも真面目に伝えられたかなと思います。そんな困難してるうちに嫁助がねいろいろ作ってくれました。今日は鍋ですか。鍋です。うわー、そう、うちではね結構ね鍋をよくやります。なんか満足感がね半端なくいいです鍋だとね。なんで結構鍋をやります。まあ、今ね18時ぐらいに飯食って、今21時なんで飯になるんで、まあ、しっかり食べて1日終えたいと思います。いや今日も頑張ったでしょ。飯を食おう。嫁助クックの鍋の出来上がりです。素晴らしい。だけちなみにこれは何が入ってますか。もも肉何キロぐらい入ってますか。ね1パックだからね400ぐらいかな。400g のもも肉が入ってるんで、今日ね3人で分けますので1人130ぐらいですね。カロリーはとても低いです。どうぞ。いただきます。もも肉はこんな感じで入っております。白菜多めでかなり満足あります。プチッとやつやって、今なんか鍋の素全然出なくて、キルグのタレ出すと美味しい。もも肉追加でございます。はい、ということでね、まあたくさん食べまして、これにて全てフル食終了かと思いきや、自分の部屋に戻ってデザートタイムです。僕結構さフルーツが好きだからさ、こういう日がねよくある。トレー前、あ今日さ結局トレーニングやんなかったんだ。もう今日はねちょっとねオフにしちゃって、結構体が重い感じがあったんで、明日からまたね仕切り直してやりたいと思ってます。いただきます。うん、だいたい夜に炭水化物あんま食べなくていいかなと思って、で鍋食べた後に甘いもの食べたくなって、カロリーを僕いつもちょっとだけ残してたりするんで、でフルーツを食べたりします。これはねローソンのフルーツです。冷凍フルーツいいよね。1食分だけあって、60キロカロリーと70キロカロリーなんで、まあ、大体130キロカロリーぐらいで収まってます。まあということでね、このフルーツでラストになるんですけど、同じ大会に山沢さんがね出るってことなんでかなり燃えてます。いやーちょっとね東京なんでね、皆さんねぜひ会場まで足運んでください。まあね山沢さんがね出ようと出まいとね、まあ自分の全力を出すだけなんで、まあ僕もねやることやって120% の体をね、去年よりも 120% の体を作って大会に出たいと思います。皆さん大会見に来てくれよな。ついに1年かけて出来上がったシェイプフィットジム大阪天禄店の予約受付開始。初心者が日本一来やすいジムがついに大阪に出るよ。関西のみんな、シェイプのジムに遊びに来てね。